I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. I've got no makeup. How do you?蔵前にあるのぼりさんという雑貨屋さんにお邪魔して、いくつかアイテムを購入してみたのでご紹介させていただきます。先日ね、引っ越しを終えてインテリアの色味も揃ってきたので、食器類も統一してしまおうというところで今回の買い物に至るんですけど、せっかく揃えるならと思ってのぼりさんで取り扱いのあるアイテムがとても好みなのでお邪魔してきました。3種類購入したんですけど、一人暮らしなことと一つ一つのアイテムを大切に使っていきたいので、それぞれのねアイテムを1セットずつ購入しています。全体的に白が基調になるんですけど、淡いね、こうクリーム色を帯びているので、どこか優しい色味で、個人的にはね、とてもドストライクでした。実はこちらのカップとソーサーに最初目が引かれて、同じ色味と探していたサイズ感の食器が揃っていたので、なんだか嬉しかったんですよね。このカップで毎朝コーヒーを入れるのも日課にしようと思っていて、とても楽しみなんです。今更ながら今回の動画ではミスタードーナツを食べていくんですけど、先日ね、母から1000円クーポンをいただいて、せっかくのお休みなので贅沢に使おうということでドーナツをねたくさん買ってきました。いやー、ミスドってふと食べたくなる瞬間ありますよね。ここからはドーナツを食べていきます。おうちカフェみたいな空間作りになってきていて、おうちで過ごす時間がね最近本当に楽しくなってきたんですよね。この動画がおうちカフェのデビュー戦なんですけど、なかなかね個人的には満足のいく仕上がりになってきました。これからねこういったおうちで過ごす動画も増えていくと思うので、楽しみにねしていただけたら嬉しいです。そういえば皆さんはミスドでどのドーナツが一番好きですか？僕はね、ポンデリングとエンゼルフレンチがついつい手に取ってしまいたくなるので特に大好きなんですけど、いやーでもね、オールドファッションも捨てがたい。でもね、一番はポンデリングかな。今食べてるね、抹茶のポンデリングが本当に美味しすぎて、もうね、あと3つぐらい食べたいって思いました。あ、そういえばミスドといえば昔いつだったかな、店内で食べていた時にトレイに載っていた用紙があって、ポンデライオンのねイラストと一緒に書いていたキャッチコピーがとても印象的で、それが何かっていうと、怒りながらドーナツを食べるのは難しいねなんて書いてたんですよ。確かにだなんてね、子供ながら納得したんですよね。そこからね、なんだかこうキャッチコピーっていうものが好きになったきっかけでした。そういえばキャッチコピーに関連して言葉で遊ぶっていうところから、最近ね花言葉を勉強し始めたんですよ。まあ、勉強って言っても堅苦しくねやっているわけではないんですけど、ビュリーさんの自然派美容の教科書を先日購入しまして、お仕事でもねお花にまつわるものを取り扱っているので、これはねいい機会だなって思って始めたんですけど、やっぱりね物を深く知ることは楽しいですよね。季節ごとのお花とか普段目にしているお花にはこんな言葉があるんだなっていうことを知っていくと、例えば誰かのお祝い事とかにもそういった意味合いを知っていたら、よりね素敵なものを選ぶことができるなーなんて思ったりしたんですよね。花言葉を見ていると日本語の美しさにね改めて気づかされます。そんなこんなでね、こうして話しているといつの間にかあんなになったドーナツもあっという間にあと2つです。そういえばお家の家具を真っ白に統一してから、韓国のカフェのような空間作りにしたくなっていて今に至るんですけど、
あのあったかい日差しが入る空間を少しずつね再現できてるような気がして嬉しいんですよね。これからラックを設置するので、設置が終わり次第今のこのスペースでできる理想な形はだいぶ終えることができそうかなって思います。せっかくねこの空間を作成したので、これからねどんどんこういったおうちカフェの様子なんかも動画にしてみようかなって思うことと、せっかくね動画にするのであれば何かをちょっとトライしてみるっていうのも面白そうかなとか、スイーツや焼き菓子、あとはコーヒー豆とか、いろいろとね美味しいお店を探し回ってみようかなって思うので、もしあの皆さんのおすすめのスイーツや焼き菓子やコーヒー豆なんかも取り扱いになるお店があれば、ぜひねコメントいただけたら嬉しいです。いやむしろね、知ってるお店があればぜひコメントください。東京都内だけじゃなくても全然大丈夫です。場所は問わないです。新しいねお店を知れたら嬉しいので、ぜひ皆さんのコメントをお待ちしてます。